ガンダムバトル。戦場は 3D へ。ガンダムザ 3D バトル。任天堂 3DS でしか実現できないガンダムアクションの新たな地平。立ち上る爆炎、迫り来るミサイルやビーム兵器、これが戦場。劇場作品のあの名場面が 3D で再現される。シャーダ、奴が来たんだ。こういう時慌てた方が負けなのよね。私には見える。このプレッシャー何者なんだ。そう、止まれ。もういじめられたくないんだ。自由飛行もできないくせに。これ以上やらせるわけにはいかない。力こそが全てだ。これで終わりにするか続けるか選べ。シャー、地球が持たん時が来ているのだ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。自分だけのオリジナルパイロットで宇宙世紀を生き抜け。モビルスーツのチューンアップも可能。僕はもっと戦える。すれ違い通信を使えば、移動中にすれ違った他のプレイヤーとの間でモビルスーツやキャラクターのデータが交換される。僕はあの人に勝ちたい。多数のモビルスーツやキャラクターが参戦。そしてゲスト参戦は、信じるんだ自分のなすべきと思ったこと。機動戦士ガンダムユニコーンからバナージリンクスとユニコーンガンダム。ここから出ていけ。歪んだ体勢は変えねばならんのだよ。そしてフルフロンタルとシナンジュ。シャーじゃないのか。くだらぬザレ事に付き合うつもりはない。迫力と臨場感を持って描き出される 3D で飛び出す初のガンダムゲーム。見える、僕にも 3D に見える。はあ、こんなに嬉しいことはない。任天堂 3DS 専用ソフト、ガンダムザ 3D バトル。3月24日、行きます。